ミラクル会にようこそ。今日は08年のノーベル物理学賞の南部陽一郎さんが、相違転移の原理で、ヒッグス粒子、紙の粒子というよりヒッグス粒子を発見した元になった実験をします。はい、こちらは普通の試験管に入った水です。はい、これを缶材、氷に塩を混ぜたものに入れると10分もすると氷で固くものになります。これから南部陽一郎さんが、素粒子の中にヒッグス粒子というのがあるということを予言して、12月13日に紙の粒子ヒッグス粒子を発見しました。皆さんもいろいろ考えてみてください。私がその水をさらに私の考えた水を電気分解 2,3 分するとさらにまた水素や酸素になるというものを作っています。これで水はさまざまなものに変わると。今日は特に南部陽一郎さんのヒッグス粒子の元になった水が凍って、氷になると、それからノーベル物理学賞の相転移の理論というのを発見したということをお知らせします。はい、終わります。